ファイヤーチャンネルママです。長野県旅3日目は五方キャンプ場に来てます。いやめっちゃ多いな人。キャンプブーム終了言うたん誰や、パンパンやないか。We can take this ride wherever it goes as long as you're with me I feel at home can you tell me why cause I wanna know as long as you're with me I feel at home yeah I wave goodbye to my old life there is just a smile斜めに対して斜めやな。お。ほらこう。こんなもん。はい。いいじゃないですか。あ、低いな。いや、十分じゃない。大丈夫。うん。ママさん、もうコーヒー入れてんの？だって暑いやん。でもさ、うん、なほぼほぼ設営終わってない。いや、コーヒー入れてる間にパパさんが全部終わらすかな。俺も今どうなったんですかね。お腹すきすぎてさ、この季節アイスコーヒー飲みたなるやん。うん、あー斜めすぎてどうやって設営したらいいか分からへん。斜め45度やな。もうやばい。まあまあひどい斜め具合で。これ初めてさ、伊藤さんのコーヒー買ってみて。ああそうだ。うん。伊藤時。やばいや。やばいな。やばいや。伊藤時や。何ぐらいでも。ひとときやの、いとときって言ったよ。ひとさんやからって。そう。ああ。もじってんのかな、お前。今日キャンプでクレープ、やばない。やばい。しかもカフェみたいな盛り付けしてくれてる。休憩しよう。休憩しよう。あ、もう暑いし。暑いし、なんかすっごいな、砂ぼこり。すごいね。設営全然終わってないけど。はい、じゃあお疲れ様でした。終わってない、終わってない。お疲れ様。全然終わってないよ、もう。いい景色やな。わっ、すごっ。美味しいよな。深みが。うん。深入りって書いてた。深みがすごい。
やばい、なんか聞こえたかな、聞こえた。シャクナゲの花をくださいって。クレープすごない？ユミさん、ヒデさん、いただきます。ありがとうございます。コバが俺の食ってるわ。おいしいわ、ハル。うまっ。うん、キャンプでクレープ。どう？すごいよな、傾斜が。傾斜が。でもなんか人気あるんやろ。そうやで、うん、人気あるんやな。うん、人気の秘密が俺全く分からへんねんけど、どうしよう。やばい、ついてこらへん、インスタグラマーに。まあいい場所取れたらいいよな。ついてて、どっちにしてもやっぱ SUV とかさ、うん、4駆じゃないときついって、このキャンプ場。確かに2回スタック仕掛けたもん。うん、セレナやったらやめとった方がいいような気がする。怖いよな。うん、一番手前でサイト見つけた方がいいな。うん、多分もう下吸ったしな、何回も。うん、ガリガリ言うたら考えかな。言ってた。怖いな。あれ思い出した。岡山のレゲエアーティスト。おるやん。うん、レゲエアーティストみたいな人めっちゃおるよな、ここ。りょうさんおるじゃん。なんか急激になんかロンゲリスが上がった。最高。ロンゲ最高や。おかえり。どうも。おお、虫。虫。よいしょ。ああ、疲れた。こうか。うん。何秒で下まで到達できるか。あ、もう飲んでんの。もう飲むっしょ。あ、うまっ。うまいよな。うまい。まあでもテーパーでもなんとかなるもんやな。うん。それなりに。めっちゃ石かましたりしてるけど、めっちゃかましてる石な。あ、じゃあなんだ、これ置いたらスー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 っていくから。うん、はあ、気持ちいいな。しかし、ああ、でもめっちゃあれやろ、寒なんねやろ。2度やろ。朝起きては2度やったって。朝起きて2度は寒いな。寒いで。大丈夫、こっちは問題ないけど、別に、うん、全然。そうやな、そっちが心配は、寝袋が。うん、ふとあれあるから。それでもな、はみ出しとったら寒いよ。昨日、おとつい実際寒かったもんな、はみ出してる部分。ああ。でも二人やしな、毛布もある、電気毛布もある。電気毛布からはみ出したらやばい。ああ、確かに、うん、はみ出しやばい系。なんかな、うん、おしゃれな人めっちゃ多いね。そうやな、確かに。わかる、うん、服装とかが、
なんかスタイリッシュっていうか似合ってんねんな。確かにいいよな、短パンにロンティーではもう最高じゃない。うん、あのスタイルめっちゃ好きやわ。なあ、私もあのスパッツにロンティー、いいおしゃれよね。ドヤ顔で言われても、なんかご飯作る気全然せえへんな、穏やかすぎて。確かに、でも作らなあかんやろ。そうやね。作る？ちょっとじゃあ焼き飯でも作る？4時焼き飯times coming our way, oh yeah. Ooh, put it on me. My lip balm too shoddy. It's a good thing. You're 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 a good thing.長野？長野はもうあの馬見てな。普通のこの半端より安いんだよ。静岡の方がもういいわ。え、どういうこと？静岡の方がもういいって。静岡は何回も行ってるやんな。静岡何回も通ってる。通ってるだけな。行ってはない。毎回なんか浜松のな、あの浜名湖のとこで。ああ、そう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 。そうそうそう。
何今回は静岡行くの？静岡はちょっと静岡周りで帰ろうかな。あ、うなぎ？うなぎ食べんの？うなぎ食べたいな。うん、別にそれ静岡で別にうなぎ食わんでもよくない？いや、あのやっぱヒデさんもユミさんも一緒に行こうってなった。ガチ？一緒。あ、うなぎ？ヒデさん？うなぎ？じゃあいいよ。うなぎ？静岡 何しに行くの？ほんまに。え、なんかあのショップ、おお、あ、途切れる。怖い怖い。ショップ、ちょっと行きたいとこある。静岡のショップって何？静岡の有名なショップあったっけ？まあまあまあ、あの有名っちゃ有名、有名っちゃ有名。頭文字だけ教えてや。まあ頭文字言ったらもう H。H お前 H ジャングルファブファンちゃうやろな、それ。H ジャングルファブファン、 H ジャングル with TV ね。ファブファンじゃん。ファブファン行くの？ファブファンさん一回行かんかやろ。やっぱあの熊助さんに教えてもらったやろ。行きたい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 。そうやろ。行きたい行きたい。ほらほら来た。いや けど何も買うなよ絶対。いや違う、いや挨拶やん。挨拶ね、うん、それはもうおうおう、そっか、挨拶だ。あの寄れる時に寄らない。そうやな、うん、まあ言ったら海沿い周りで買えるみたいな感じやもん。そうそうそう。じゃあ寝ようか。寝ましょう。早めに寝ようか。寝よう。風呂早めに寝なあかんな。うん。ホットコーヒー飲む？飲む。あ、飲む。いや、飲むやろ。I regret not giving it more time to see if it was all just in my mind. Maybe I was wrong. Maybe it was meant to be you all along. Maybe I was so afraid of being strong, that I held on to my weakness for too long. Maybe I was wrong. Catching up with old, but I think about in a different way. Cause you're not who I'm telling them about. They ask if I'm with or without. Yeah, I just want to be sure that I don't want you anymore. Maybe I was wrong. Maybe it was meant to be you all along. Maybe I was so afraid of being strong. That I held on to my weakness for too long. Papa がどっかにおるんかな。
り。終わりましたね。終わりました。長野キャンプ最終日。最終日やな。うん。3日間。ね。いろいろトラブル続きの。3日間。まあでもあの2日目のトラブルに比べたらもう。まあ、全然やな。その他のトラブルなんかもう知れてますよ。ほんまに。で、五穂牧場自体。どうでした？どうでした？もうでもロケーションはもう文句なしやな。うん、ロケーションはもうほんまに最高やと思う。最高やんな。景色もほんまにあの何やろ、おじろじろがめっちゃ広なった。うんうんうん、ほんまに広いな。どこまであんのかなっていうぐらい。うん、もう山一個分ぐらい。うん、うん、ただでもいいとこ取られへんかったら傾斜。そう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 。多分めっちゃいいとこもあんねんけど。うん、ほとんどが傾斜やねんな。うん、テープ厚いで。いいとこ取られへんかったらもう傾斜で戦うしかないから。うんうんうん、であとはやっぱり四駆。うん、まあ、SUV 系の車じゃないと、うん、まあちょっと怖いな。怖いな。道的に。道が悪い。うん、何回か擦ったから。うんうん、バックで。あ。こう道が細いから来たらもうもうあーってなった時に。バカカカカリって。カリ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 。みんなええってなってた、うん、そうそうそう。そういうのもあるし、うん、うん、多分普通の車やとちょっと間違ったとこ入ったらスタックの恐れもある、うん、そうで、スタックの給油料が1000円取られる。そうそうそう、うん、だからね、気をつけてこなあかんし。そう、そういうのも全然大丈夫よっていう。うんうん、四駆やしみたいな。うん、四駆は多分めっちゃ強い。全然大丈夫と思う。あの下の方とかもゴリゴリいけると思うな。うん、今なんか撤収終わって、うん、これからまたあの道帰るけど、俺運転したくないもんね、ほんまに。またか。嫌やんな。乗ってる方も、ってなりながら。今までな、あったよな。うん、いろいろな、うん、行ってきたけど。滝の下とかもそうやし、あ、はいはい、沢の池とかもそうやねんな。もう絶対するやんっていうとこをこう。うん、ああいうとこも運転するのめっちゃドキドキするからさ。そうやな。だから、うん、そういうのも踏まえて、うん、個人の好みで。そう、運が良ければいいとこ取れる。いいとこ取れるんじゃないですかね。じゃあ、はい、長野遠征の動画はね、うん、これで以上です。はい、この3部作見てくれた皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。もうあなたたちはファンファンです。はい、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあ五穂牧場から八ヶ岳に向かってね。八ヶ岳に向かって。はい。じゃあバイ。See you。やっほー。さすがに帰ってけへんな。遠すぎです。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。